はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、南北朝文化ということで今日やってくるのが東茶ということです。はい、東茶、これ平たく言うとあの芸能人格付けチェックのガクトでございますね。はい、芸能人格付けチェック、心をちゃえば来る、美味しいから、まあ、これが分からないとか、まあ、ありえないとか言ってね、はい、バカなこと言ってんなと思うんですけど、はい。はい、ということで、はい、松井君これ出たら多分、まあ、映す価値なしにすぐなると思いますね。はい。これどう違うか分かるんですか、美味しいですね。こっちはどうですかって、美味しい。いやいや、美味しいってね、はい、終わりみたいな。全然分かんないみたいなね。はい。ワインの味をこう、比べてみましょうとかね、分かるわけだよ、ね。はい、ということになりますんで、茶の味を飲み分けるということになるんですけど、美味しければ何でもいいんですよね。はい、ということです。まあ、このガクトみたいなこと言ってるアホがいたんでしょうね、多分ね、いっぱいね。はい、一円にもならんのにね。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。